ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第41回目はこちら。ビファーレン長崎では新たな取り組みとして、今年から小学生から中学生を対象とした女子サッカー教室をスタートしました。まずはビファーレン長崎が女子サッカー教室を行う理由について、春名社長にお話を伺いました。ビファーレンってすごくこう多様性を大事にするクラブだと思うんですよね。女性がサッカーをするっていうことに対しても、ビファーレンが積極的に関わることによって、本当の意味での多様性というか、まあ、男女関係なくみんながサッカーを通して今を生きる楽しさを感じられる世界を作っていくっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思っています。今回は3月7日に長与町で開催された第2回女子サッカー教室に潜入。動画の後半ではサッカー女子日本代表選手であるもみき選手にも女子サッカーについてお話をさせていただきました。ちょっと天気がね、あいにくの雨ですが、雨で滑りやすくなってたりするので気をつけつつ、女子サッカー教室行ってみましょう。この日はあいにくの雨でしたが、総勢31名の女の子がグラウンドに集まってくれました。女子サッカー教室では低学年以下のコースと高学年以上のコースに分かれて、それぞれ初心者でも安心して参加ができるような参加者のレベルに配慮したプログラムを実施しています。まずは前田さんがコーチを務める低学年コースに参加してみましょう。一緒にやらせてください。一緒に、まずは鬼ごっこを通して体を動かすことの楽しさやルールを守ることの大切さをみんなで学んでいきます。タッチされた人はバナナになってください。でも復活できる。そう、バナナの皮を剥いたら復活できる。はい、こう剥いてあげて。鬼はコーチ2人とビビ君がやるから。はい、行くぞ。よーい、スタート。いけいけ。ビビ君捕まえられました。キャッチできた。1人楽しかったですか。ルールを守りながら元気に体を動かす、サッカーを楽しむ上でも大切なことですね。ヘイ君、今度は高学年コースに挑戦しますか。できるかな。高学年コースの試合形式のミニゲームに参加させてもらいましょう。サッカーやってるよ。サッカーしてるよ。こっちサッカーあんまやってないよ。あー、そういうとこ。ヘイ君サッカーしてるの。結構ね、ビビ君上手いんです。今回ビビ君は灰色チームです。ゴール前にボールが、ビビ君止められるか。ビビ君大丈夫ですか。必死のディフェンス、とってもかっこよかったですよ。ビビ君みんなとても上手だね。皆さん、今日のサッカー教室どうでしたか。楽しかったですか。みんなサッカー好きですか。はい、よかったね、ビビ君。またビビ君も一緒にサッカーしてくれますか。はい、前田さん、今日の女子サッカー教室いかがでしたか。はい、うん、かなり笑い声があったかなって思っているので、非常にいいサッカー教室だったなと思います。
だからここからね、なでしこ選手が生まれたらいいなと思うし、サッカー教室に来てた子が僕のことも有名にしてほしいなと思う。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。めっちゃ濡れてる。ビファーレン長崎では今後も長崎県各地で女子サッカー教室の開催を予定しています。サッカーが大好きな女の子もサッカーに興味がある女の子もみんなで一緒にサッカーを楽しみましょう。4月18日にはサッカー女子日本代表のもみき選手と春名社長の対談がもみき選手のオンラインサロンにて実現しました。もみき選手はサッカー女子日本代表の選手でもあり、現在はアメリカにある女子サッカーのプロリーグで活躍しています。先日のなでしこジャパンの試合でも得点を決めている、とってもかっこいい選手なんです。対談ではサッカーをはじめとしたスポーツの力やサッカーが生み出す愛や平和、多様性についてお話しされました。女子サッカー界というか、こうなでしこジャパンとかがこういうメッセージを持って戦ってくれたらすごく嬉しいなとか、なんかそういったイメージって何か持っていかれてますか？ビハレ長崎も今年から女子サッカー教室を長崎県の各地でやるようになって、なんか絶対サッカーやってみたいとか思ってる人たちがいるのに、それが表に出てなくてその機会を作れてなかったっていうことがすごくあるなっていうふうに感じたので、なんかそれがさらにこう大きい目線に行くと、日本代表として活躍されている女子サッカー選手の方たちの活躍によって、なんか女性でもサッカーやってこんなに上手くなれるんだとか、こんなに人に勇気を与えられるんだっていう、そのモデルになると思うんですよね。わざわざ女性でもできるよとか言わなくても、そのかっこいい姿をたくさん見せてくれるだけですごくメッセージも十分になると思うし、なんかその姿をこう見せていく、でそのためにこう発信力を強めていくっていうことが必要なのかなっていうふうには思います。ビビ君もこの日のために2年ぶりに日本代表ユニフォームを広め、もみき選手いかがですか？すごいなんかこう色合いがすごい合ってます。似合ってます。ありがとうございます。ビビ君似合ってるって。せっかくの機会なのでいろいろお話をさせていただきました。ちなみにビビ君はサッカーを応援しているときに幸せを感じるそうですよ。なんかこう自分がサッカーをしていて誰かを喜ばせることができたりとか、誰かにこう応援してもらってるなっていう実感をしたりとか、なんかもちろんサッカーをしてるときに感じる幸せはあるんですけど、もう家族に会えることが幸せだったり、本当にずっと一緒に戦ってきたこう日本のチームメイトに会えたり、そのチームメイトと一緒にサッカーできたりっていうのが本当に幸せなことだったので、なんかその幸せがこう楽しそうにサッカーをやっているっていうところで少しでも皆さんに伝わったのかなっていうふうに思ってます。サッカーを通していろんな人が幸せになれるってとてもすごいことですね。少しでもサッカーが楽しいと思ってサッカーを始めてくれる子がいるっていうのはすごく嬉しいですし、なんかそういった子がこう私のようにこうなりたいっていうふうに思ってサッカーを やってくれてるのもすごく嬉しいので、今そういったサッカーと一緒にこう向き合えてるっていうのはとても幸せなことだと思いますし、心から楽しんでやってほしいなっていうのはすごく感じるので、こう自分も小さな体でアメリカの大きな選手たちとこう戦ってるのはもちろん厳しいこともあるんですけど、やっぱりこう厳しいことがあるからこそ楽しさも倍増しますし、こう隣にいる仲間と一緒に戦ってサッカーを楽しんで皆さんとどこかで会えることを楽しみにしているので、この日までお互い頑張りましょう。ビビ君もまたでサッカーの練習もお仕事も頑張れそうですね、今のメッセージを聞いて。ビビ君これからも
もみきさんのご活躍を注目しながら応援しながら、もみきさんのところにもリファーレ長崎とかビビ君のいいお知らせが届くように頑張っていきたいですね。はい、お忙しい中お時間いただいてありがとうございます。ありがとうございます。お時間ありがとう。潜入して思ったこと、女の子のお友達も元気いっぱいでキラキラっとしていてかっこよかったです。僕ももっとサッカー教室に参加したいです。スタッフさんお願いします。僕ももみき選手みたいにサッカーが上手になれるように頑張りたいです。ビビ君。